ラントウイング。はじめからね。どんな時も怖くはない、君がいるから。フライパンの上でベーコンと卵が焼ける音、安っぽいトースターでじりじりと焼かれる。レナさんはベーコンの厚切り、卵は片面半熟、チーズトーストはカチョカバラ。そしてそんな朝の静謐な空気の中、ランニングを終えてトマトの鉢植えに水をあげる。ああ、なんて穏やかな朝なのだろう。まるで夕べの出来事が夢のよう。はあ、本当に夢だったらよかったのに。おはよう、レナ。おはよう、トーカ。え、なに、今朝はずいぶん早いね。まだある？なんかお腹空いちゃって。寝る前に食べると太るよ。大丈夫よ、あんたと違って私はいい。うん？何それ、私だって別に太る。ごめん、一人逃げられちゃった。ちょっと、もう何やってんのよ忍者。簡単に言ってくれるけど、忍者もそこまで万能じゃないよ。狙撃手、倒すって言わないで。そっちで観測できてないの？この人混みよ、祭りに逃げ込まれた時点で私の仕事は失敗なの。そこから先はあなたの仕事、オッケー？じゃあ私が悪いってことでいいよ。はぁ、何よその言い草。逃げられちゃうと面倒ですよ。多分またいろんな人に怒られます。そんなことわかってるわよ。携帯電話とかで追えないの？この人混みですからね。番号がわからないと追いようがありません。顔認証で個人情報を漁ろうにも。あ、何？どうしたのよ？逃走者の姿を街頭カメラが拾いました。駅前通りを商店街と反対方向に逃げてます。座標を送ってすぐに追いかける。逃走者は心理的に立ち止まることを嫌います。信号機を操作して誘導しますので、良きタイミングで確保してください。わかった。こちらでも逃走者を確認したわ。歩道橋の上にいる。発砲許可は出ています。やれるようなら急いでください。わかってる、焦らせないで。繊細な作業なんだから。殺しちゃダメですよ。一人は生き射角に入った。
足を止めるわ。確保の準備を。あ、え、何です？ごめん、ちょっと狙いすぎた。当たっちゃ…こちら忍者、現直。状況は？はぁ、どんな弾を使ったんだい？頭がぐちゃぐちゃだ。はぁ、距離が距離でしょ！サイドヒットしたのよ！私のせいじゃないわ！逃がしちゃうよりはいいけど、足に当てるって言ったくせに、下手くそ。なんでって！レナさん、聞こえますか？そっちで一人生け捕りにできないでしょうか？レナさん、聞こえてますか？聞こえていたら返事をしてください。な、何？よく聞こえなかった。もう一度お願い。すみません、こちらで行う予定だった逃走者の確保に失敗しました。誰でもいいですから一人。あー、ごめん、今最後の一人を殺しちゃったよ。あらら、困りましたね。まあ、レナに一人だけ行かせとか繊細な命令無理よね。動いてるものに無条件で噛みつく狂犬みたいなもんだし。狂犬はひどい言われようだな。で、どうするの？何人殺したの？死んだふりしてるのがいるかもしれないけど。何撃ったの？ああ、ごめん。一人生きてたっぽいんだけど、反射的に撃っちゃった。誰が狂犬じゃない？ごめん、つい。バカそろそろ1時では、メー